バッター1、2塁間抜けていった。2塁ランナー柳田3塁を蹴った。バックホーム、いいボールが返ってきた。タッチアウト。ライト荻野からものすごい送球、ビッグプレーが出ました。ストライク送球が来ました。おお、そしてライトスタンドから荻野コールです。いや、ナイス送球でした、ね、そういった面でもランナーに無理にタッチ しに行かなかった。もちろんこの荻野の返球も素晴らしいですけども、ここから完璧なストライク、このタッチをここで、ほら、なるほど、あのまま柳田にしに行くと、ちょっとしたらかいくぐられてオンタッチ気味になってた可能性もある中で、ここからこのままベースに持っていく形で待っとけば来るわけですから。なるほど。逆にね、佐藤を置いてるところに柳田が来ちゃったって感じですよね。そうですね。いや、素晴らしかったですね。マリーンズ守備でいいプレーが出ました。